ロンドンブーツ1号2号の田村敦史42が司会を務める田村敦史の地上波ではダメ絶対 BS スカパーのレギュラー化が決定した。4月14日から毎週木曜日に放送されるこの番組、世間を騒がせる野球賭博や違法薬物などをテーマに、逮捕歴のあるタレントなどをゲストにトークを展開するというが、その延長で飛び出た敦史のコメントが波紋を呼んでいる。問題の発言は当番組の企画の一つ、不倫さんいらっしゃいというコーナーにベッキー32を呼びたいと敦史が発言したことだ。不倫しているカップルになぜ恋に落ちた、なぜいけない関係を続けているのかなど、二人にしかないストーリーを伝えられたらと敦史は語ったが、これに対してネットでは思わぬ反応があり、ベッキーは犯罪者ということか、よく言った敦史、犯罪メインの番組にベッキーを呼びたいって笑えるな。復帰されるのは勘弁だけど、元犯罪者として番組に出るのは許すなどといった声が続出した。おそらく順からすると、ベッキー復帰を支援するつもりの発言だったと思われます。しかし、この番組のメインテーマが、元犯罪者をゲストに、現代社会の闇に迫るです。ベッキーを呼びたい発言は、すでにゲストとして検討されている田代正史、59、小向井美奈子30の話題のすぐ後ですから、彼らとベッキーを同類に扱ったと受け取られるのも無理はありません。有観識者、今回の淳の発言には世間もびっくりしているようだが、同じく驚いているのはいつの間にか犯罪者扱いされたベッキーだろう。果たして番組への出演は実現するのだろうか。当番組は4月14日から放送される予定だ。俺の力で復帰させてやる、この考え方が丸出し。ふみえは、不倫さんいらっしゃいってタイトルなら、まずはふみえと支援のカップル呼べよ。こういうところで日和りるから叩かれっぱなしなんだろ、こいつは。いや許さないよ、不倫は犯罪ではないからね。自由だよ自由、むしろ文化。まずはふみえからが筋、金込め高橋に制服の良さを語らせればいいだろ。ベッキーかわいそう、間違ったことはしたけど、犯罪者として扱うのはちょっとやりすぎだと思う。さすがにもういいでしょ、十分償ったよ、普通に迎え入れてあげようよとはならんよ。そんなことを言ったってテレビの仕事もなくなってきた。クス出っ歯、浜田と文江も呼んだら認める。誰も犯罪者とは思っていないのに、ただのしくじり先生のパクリだろ。本当の犯罪者の極楽の山本はかばう模様。生放送でないならスタッフによほど嫌われてるんだろうな。やっぱりこいつ頭がおかしいよな。本当の元犯罪者山本は普通に復帰させた。がり、ただ不倫して大嘘会見開いて世間を嘲笑ってたベッキーに、復帰は勘弁とか犯罪者とか